堺東駅は大阪府堺市堺区三国川上行き2にある南海電気鉄道高野線の駅。駅番号は NK56。特急、線北ライナーを除くすべての営業列車が停車し、準急行は当駅南角駅に停車する。従来は、校内の信号設備の関係上階層も含めすべての列車が停車していた。上りの初電は当駅が始発である。 上りの終電は23時44分発の各駅停車難波行で、南海線の堺駅よりも1時間程度早い。これは東駅北に大白設備がなく、難波駅での折り返しの関係である。快速急行、急行、区間急行と各駅停車が緩急接続を行う。1898年に高野線の前身である高野鉄道の起点として開業した。 高野線最古の駅の一つである。大河路橋の東方に位置することから、開業時の駅名は、大河路だった。大河路橋は、高野線と並走する西高野街道や日本最古の、関道である、竹内街道に接続する堺市街の東玄関で、1900年に、現在の駅名に改称された。堺市街から東へ外れ。 駅周辺も1920年まで、堺市駅ではなく、堺駅、龍神駅に比べて、見劣りのする駅だった。しかし、1944年の堺市役所移転、さらには1945年の堺台空襲以降、当駅西側に、中心業務地区が移動。現在も利用者数で、堺駅を大きく上回っている。島式に面4線のホームを持つ、 対比可能駅。ホーム有効調は10両分だが、上りホームは、南波より2両分、下りホームは、両端1両分ずつは、柵で仕切られており、また重量停止位置も撤去されている。改札口と各ホームは、古戦橋によって結ばれている。ホーム南側の古戦橋には、エスカレーター、エレベーターが設置されている。トイレも設置されている。南海電鉄の駅では、 2000年頃のバリアフリー工事完成と同時に旅客案内サイン類が一斉に更新された後も最も遅くまで字幕式の発車案内装置が使われ先発表示はアンドン式だった。しかし2000年6月から7月にかけて西口、北西口の改札内及びホームの発車案内装置が南海電鉄では初めてフルカラー LED 式のものに置き換えられた。 列車の出発時には全列車に対して出発時期合図が明動する。南波・高野山両方向に渡り線があり、高野山方から一番線、二番線への到着、並びに一番線、二番線から南波方への出発も可能。本線の横には1973年まで建尺であった堺東車両留置場があり、 電流線が数本設けられていたが2005年に一番線よりの一本だけ残して撤去された。この線路は試運転列車や回送列車が運転されるときに使われ、深夜一編成が入線し夜間留置されている。2019年8月より駅構内の改良工事が実施され、信号や電気設備等が大きく見直された。その影響で未使用状態であった 留置線の南波川渡り線と高野山川の安全側線が撤去された。南波川渡り線はダイヤが変動するにつれて南波川から留置線へ侵入する運用がすでに消滅していた。この改良工事により運転見合わせ等が発生した場合に境東南で折り返し運転が可能となった。2009年に駅直結のマンションとそれに接続する北東口が開業。 当初は45階建ての超高層マンションが計画されていたが、敷地内を活断層である上町断層帯が通ることに対する安全面の問題と、モズコフン群の世界遺産登録に関する景観面の問題をめぐって、マンション建設主である南海電鉄と地域住民との間で紛争が生じ、15階建てに変更することで決着した。当駅は駅が配置され、 先行山駅、白鷺駅の各駅を管轄している。1、4番線が対比線で2、3番線が本線になっていて、典型的な対比駅の配線となっている。当駅では1、4番線が各駅停車、2、3番線が主に優等列車が発着し、下り線木順急を除きほとんどの優等列車が確定と相互接続を行う。 2017年8月26日ダイヤ改正では特急戦木ライナーの通過待ちを行うために1、4番線に発着する線木準急が設定された。改札口は以下の4カ所である高島屋が入居する駅ビル2階に存在する。事実上の駅の表玄関で出口近くにはバスターミナルや堺銀座商店街、市役所などがあり、2階出口からは ペデストリアンデッキでジョルノに接続していたが、同ビル解体及び新ビル建設のため2018年10月現在、ペデストリアンデッキは途中で分断されている。駅南側湖線橋と接続しており、バスターミナル側に階段とエスカレーター、ペデストリアンデッキ前には高島や地下レストラン街、アップルとも接続するエレベーターが設置されている。改札機。 券売機の数もすべての出口の中で最多であり、IC カード専用改札機も設置している。改札機横にアンスリーがあり、改札内にビアードパパの作り立て工房と宝来が店舗を構える。2014年12月25日に駅務室が改札機横に移転。新たにオープンカウンターの窓口となり、定期券や回数券、スルッと関西のフリーキップ等の発売を行っている。 改札機場にはフルカラー LED による番線ごとの列車案内が存在する。2016年3月3日に耐震増強工事と合わせたリニューアル工事が完成し、大規模な駅中施設が開業している。高島屋が入居する駅ビル2階に存在する。かつては北口を名乗っていたが、北東口誕生に伴い北西口と改名 出口とは階段とエスカレーターで結ばれている。駐輪場、駐車場と最も近く、バス駐車場の最寄りでもある。駅北側湖線橋と接続しており、西口とは高島屋を通じて、北東口とは北側湖線橋を通じて連絡する。また北東口の開業に伴い北側湖線橋は一部改修され、北端側の通路は改札外連絡用となった。 改札は4台存在し、すべて2枚一括投入が可能な仕様。また、うち3台で IC カードの使用が可能である。改札機上には、フルカラー LED による番線ごとの列車案内が存在する。先日の堺東車両留置場跡地に、駅直結の高層マンションと接続する2009年12月より開業した最も新しい改札校。 23時から6時までは閉鎖される。北側の道路とは歩行者専用の連絡通路でつながっており、この先に新しく駐輪場が建設された。なお、この付近にはさらに既存の地下通路が存在する。普段北東口を利用している人にとっては、改札口の営業時間外は、北西口から道を北上しこの地下通路を使って、東側へ行くことになる。 駅北側湖線橋と接続しており、北西口とは北側湖線橋を通じて、さらにそこから高島屋を経由して、西口と連絡する。東口とは、下りホームと南側湖線橋をたどれば、すぐ連絡可能だが、改札を通らない場合は、連絡通路で、府道12号線付近に一度出た後北、三国河岡町の島市街地を回るか、西口まで出た後、 ジョルの横の踏切を経由するルートを通らねばならず、極めて遠回りとなる。改札機は二大存在、すべて二枚一括投入、IC カード使用が可能な仕様。改札前に沿線案内などを行う液晶ディスプレイが設置されている。また、改札機場には、南海では初となる液晶ディスプレイによる番線ごとの列車案内が存在する。また、 三画面あるうちの中央の画面は、時計とインフォメーションの案内を行う。駅の南東端に存在する、古い駅舎の改札口。駅北側の住宅地と接続する。駅南側湖線橋と接続している。なお、南寄りの踏切を渡らずに駅にたどり着くことができる。ため、近接する区域の住民や大阪府立三国岡高等学校の生徒が多く利用している。 2019年時の1日平均乗降人員は6486人である。南海の駅では、南馬駅、新今間宮駅、天下茶屋駅に次ぐ第4位、高野線でも第4位であり、南海電鉄全駅中、他線への乗り換えがない単独駅としては第1位である。2007年度までは南馬駅、新今間宮駅に次ぐ第3位だった。 1991年度の再ピーク時は1日平均乗降人員が8万人を超えていたが、その後は減少傾向が続き、2004年度には6万人を下回った。各年度の1日平均乗降人員、乗車人員は下表の通りである。駅西川を並走する大阪泉線南線との間に駅ビルがあり、高島屋酒井店を各テナントに銀行、 証券会社、会公共職業安定所などが入居している。駅ビルの南端に西口、中央やや北寄りに北西口があり、バスタクシーターミナルは西口から大正路東端の駅南口交差点にかけて位置する。駅付近には大手予備校や学習塾などの教育施設が多い。大阪泉泉南線の西側から土井川にかけて、北から花田口、河原町、 新町、大橋といった繁華街が広がっており、西口正面の駅前交差点から境、銀座商店街のアーケードが西伸ばする。同商店街裏には立ち飲みや密集地帯などもあり、独特の雰囲気を醸し出している。北西口に近い花田口はやや歓楽街の色彩を帯びている。大正路に南面する南河原町だけは、様相が異なり、堺市役所、 大阪地方裁判所堺支部、堺地方合同庁舎、堺東年金事務所、堺郵便局、堺高知支所、堺市総合福祉会館等が立地する観光庁外を形成している。堺市編入前の向井町時代にも町役場が立地しており、1944年に観光内の串屋町から市役所が移転してきた。市役所の構想化によって生じた余地は、 市民広場として開放され、各種イベントが行われている。観光庁外南側の新町、大橋は観楽街で、特に大橋は観光内の天神と並ぶ境の2大観楽街の一つである。西口改札街から南方向へはペデストリアンデッキが伸び、再開発ビル、ジョルの とつながっていたが、同ビルの解体及び建て替え工事のために2018年10月現在は分断されている。1981年の開店時から大英と専門店街でテナントを構成していたが、大英は2001年5月に撤退。代わりに、キャップ書店などが入居していたが、2017年3月をもってすべてのテナントが退居した。後地に、プラウドタワー。 堺東が建築され、その低層階は商業施設となり、2021年4月3日に、再びジョルノの名前で開業した。当駅とともに、堺区の中心である、栄駅周辺の再開発が行われた1980年代後半以降、当駅周辺から長崎や日井、泉や大英といった商業施設が相次いで撤退。 2000年代以降、広大な工場跡地等を利用したショッピングモールが北花田、大鳥、堺浜、津賀、三北、田、七道などに相次いで開店する中、当駅周辺の活性化が重要課題となっている。東口は小さな駅舎があるだけで、駅前広場もない。上町大地に連なる三国川岡大地の西端に位置するため、駅東側へは坂道を登る。 第一条には、半税天皇陵、片田貝神社、大阪府立三国岡高等学校などがあり、歓声な住宅街が広がっている。ジョルの専門店街駅西口の南にロータリーがあるほか、周辺の道路上にもバス停がある。南海バスの堺市内バス路線の中心地となっており、他方面への路線が運行されている。また、南海グループや、 平成エンタープライズの高速バスも運行されている。かつては7番乗り場から近鉄バスが河内松原駅、藤井寺駅を経て国部駅前まで運行していた。また、大阪空港交通の大阪伊丹空港行バスや大阪市営バスの上本町6丁目行大阪駅前行が運行されていた時代もある。南海バスも境市内線だけでなく大和川を越えて、 大阪市の皿池町まで行く路線や、大阪府道30号大阪泉線南線で、大鳥駅前を経由して、岸和田駅前で、系統分割され、現在は両系統とも、廃止、牧尾山口、毛穴まで行く路線もあった。南海バスロータリー内に1から11番乗り場が、ロータリー北の府道30号沿いに12番乗り場が、ロータリー西側の大小路沿いに13から17番。 乗り場が存在する。かつては霊番乗り場が高島屋前に存在していたが、2014年9月1日に廃止された。2020年3月1日をもって、系統番号が変更された。内訳については、各営業所の記事を参照すること。喫航括弧、内は管轄する、営業署名を表す。平成エンタープライズ、ありがとうございます。